甘恋山は、厚見半島の中央西寄りの愛知県田原市にある、標高233メートルの山。山域の上部は、三河湾国定公園の第三種特別地域。山6周辺は、厚見半島県立自然公園の普通地域の指定を受けている。地質は、秩父対ジュラキフカコンプレックスのチャート眼帯などから構成される。2016年に特定比営利。 活動法人厚見半島ハイキングクラブにより、厚見半島十名山の一つに選定された、南1キロメートルの南陸の大山と、天恋山との間に位置する湿地には、しでこぶしの自生地があり、もみじのしでこぶし自生地として、国の天然記念物の指定を受けている。また、南東1 3キロメートルにある、いかわずのしでこぶしは、県の天然記念物の指定を受けている。山六には、 千福寺があり、東海七福神の大黒天を祀る、温暖な気候で、周辺山域には、上目がし、一つ葉、小葉の蜜葉コク国ンなどの植物が自生する。山頂付近の岩陰にある、天鯉神社かって、この周辺一帯は干ばつに苦しめられていた時代が、長き、天鯉山の山頂部の天鯉神社に、村人が集まって、天鯉の儀式が行われた。 雨子い神社のご神体は八大竜狼と石鹸で、岩掛け時には石鹸が曇れば雨が降ったと言われている。霊祭が6月の第一土曜日に行われていて、干ばつの年にはその時々にも行われていた。1944年と1947年の大干ばつ時の雨子い祈願を最後に、この中世から続いた風習は後を絶った。現在は豊川用水が利用できるようになって、 温室経営が多くの農家で行われている。山頂から望む三河湾ハイキングや登山の対象となる山である。天子山から大山へ、厚見半島を三河湾から太平洋へ南北に横断する登山道である厚見トレイルが開設されていて、厚見半島ハイキングクラブによるハイキング教室が開催されている。以下の登山ルートが開設されている。山頂からは、 山陸の石上方面、三河湾と島々、釜堀方面、大山などの展望が優れる。他に、南側の大山から、川峠を経て、川のしでこぶし自生地からのルートに交流するルートも、ある。詳細は、大山登山を参照三河湾の海岸線から1キロメートルほど、南に位置する。甘子山から、三張山、大山へ、厚見半島を横断するように、尾根がほぼ南北に、 連なる、東方に位置する、蔵王山、藤尾山、絹笠山などからなる、田原アルプスと称される山域と、独立した山域、目目田川の支流などの河川の源流となる山で、三河湾へと流れる、山域の南側を、豊川用水東部幹線水路が貫通する、山頂から北東に伸びる尾根城に四島三角点が設置されている。 山頂から南西に伸びる尾根上に三張山があり、さらにその西南西の高所に三島三角点が設置されている。三張山都大山との暗部には、川峠がある。南側には頂上に、電波塔のある、厚見半島の最高峰の大山が見える。東側の山麓を通る指導土対河津線の厚み、大山トンネル北口北山麓の三河湾沿いに、国道二百五十九号、北。 東山6に愛知県道398号高松石上線が通る。東側の山麓を指道土台河津線が通り、南側の山域で厚見台山トンネルが貫通し、三河湾側の田原市河津町と太平洋側の田原市、和町町とを結ぶ南西山腹にある山腹寺には車道が通じている。ありがとうございます。